針やアイロンを使わない水でくっつく不思議なビーズ、アクアビーズ。初めてのアクアビーズには必要なものが全部入っているから、箱を開ければすぐに遊べるよ。好きなイラストシートを選んでトレイにセットしよう。ダブルアクアビーズペンにビーズを入れて、イラストシートに合わせてビーズを並べよう。間違えても大丈夫だよ。ダブルアクアビーズペンを逆にすれば修正ペンになるよ。黄色のボタンを戻すとビーズが取れるよ。並べ終わったら霧吹きでお水をたっぷりかけよう。そしてレシーバーを置こう。レシーバーの差し込み方。レシーバーの爪をフリップビーズトレイのここにはめてからそっと置けば簡単にできるよ。フリップするときにつまみ部分をちゃんと握らないと作品が落ちて壊れちゃうよ。せーの、パタン。レシーバーを他の場所に置いて乾かそう。そしてトレイの水をきれいに拭き取ろう。トレイの下も忘れず拭いてね。これですぐ次の作品が作れるよ。作っている間に前の作品が乾くよ。5分後にレシーバーから剥がしてもう少し乾かしたら完成。使い終わった後はレシーバーの水を拭き取ってね。フリップビーズトレイを使って待たずにどんどん作っちゃおう。初めてのアクアビーズ。